第4代ボルティモア男爵、ベネディクト・レオナード・カルバートは、イングランド王国出身の貴族、政治家。第3代ボルティモア男爵、チャールズ・カルバートと二人目の、妻ジェーン・ロースの次男として、1679年3月21日に、生まれた。1684年から1688年まで、メリーランド植民地総督を務めたが、 まだ子供だったため実際の業務を行う副官が任命された。ボルティモア男爵がカトリックの家系だったため、名誉革命によりメリーランドへの権利を失い、ベネディクトも総督職を失った。1690年にグレー放送委員に入学したという記録があったが、カトリックだったため授業に出ることはなく、青年期をフランス王国で過ごし、 1698年1月に帰国の許しを得た。1713年秋より、初代オックスフォードモーティマー伯爵ロバート・ハーレイに接近、同年末にはイングランド国教会に改修した。1714年にハリチ選挙区の補欠選挙に出馬、選挙申し立ての末同年6月に当選を宣告された。議会での活動は、 ほとんどなかったが、ハーレーの尽力により、アン・ジから300ポンドの年金を与えられ、ジョージ一世が即位した後も、年金受給を継続した。1715年2月21日に、父が死去すると、ボルティモア男爵位を継承した。同時に、メリーランド植民治療師としての権利回復を、誓願したが、2ヶ月後の1715年4月16日に、死去。 5月2日にエプソムで埋葬された。息子チャールズが借位を継承した。1699年1月2日、シャーロットリーと結婚したが、二人は1705年に別居した。二人は4男2女を設けた。グローブス氏との間で二人の諸子を設けた。ありがとうございます。